どうもこんにちは、スゴロクです。それではスプラトゥーン2実況プレイやっていこうと思います。今日はですね、いつもの縄張りバトルではなくガチマッチをやっていこうと思います。いや久々ですね。前回はアサリかで、アサリの前がホコ、これもね結構時間空いちゃってるんで、久々のガチマッチやっていこうと思います。そしてなんでこの画面かというと、ギアですね、こちら見ていただきたいんですけど、以前質問コーナーのマイイカちゃんのコーデでこのギアのセットを、発表させてもらったんですけど、それを今回使っていこうと思います。でギアパワーの付け方が、ご覧の通り、縦に付けるやつですね。メインギアパワーはサブ2つ、スペシャル性能、スペシャル増加量1で、縦列でスペシャル性能、スペシャル増加量をサブインクっていう感じとなっております。サブを多めに回してスペシャルを貯めるという感じですね。それではチラッチラッ、はい、そうなんです。タイトルにもねあるように、今回スゴロクローラーを捨てます。もみじシューターでございます。いやー、ついにですよ、ついにローラー以外の動画を出す時が来ましたね。って言いたいところなんですけど、以前ねエンペラーギアが出ちゃったから、もうマニューバーでやっちゃってるんですよね。2番戦時オツ、はい、ということでもみじで、ガチマッチやっていこうと思います。今は、ガチエリアですね。はい、それでは行きましょう。よし、それでやっていきましょう。ローラー以外の武器、もみじシューターでガチマッチのガチエリアですね。場所はアマビ。お、味方光ってる、頼りにしてるよ。行くで、ほいほいほい。まずはね、なんでね、ローラーやめて、もみじ調整したかって言ったら、確か、クラトボールでしたっけね、これ実装されたの。その時に、あ、いなかったな。うえ、くっそ。来ると思ったんだけどな。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。そう、実装されて、時に、サブがね、ロボットオムとアミフェラシっていう1と違って、だいぶ優秀な感じだったんで、これちょっと使ってみたいなと思って触り始めましたね。アンテソッカーがそっちだな。なんで、スパトリか。あれやだな。ナイスナイスナイス。なんで前線にバリバリ出るっていうより、こうやって、ロボボムでね、アシストして、スペシャルアメフラシでさらにサポートするっていう感じで立ち回りしたいんで、あんまり前には出たくないんだよね。そのためのね、ギアパワーの付け方なんで、サブとスペシャルに比重を置いた。あ、ここね、危ない危ない。しといて、こっち投げてさ、こっちで投げちゃおうか、アメフラシ。さあさあさあ、いいよ。で、こっちょっかい出して、こっちから来たな。ここか、あ、上か。来て、そっちか。お、ナイスナイス、味方。いいね、味方様々だわ。よいしょ。自分がね、前線に出てバリバリやっちゃう武器ではないんで、できるんですけどね、そういう立ち回りも多分。なんかそういう記事読んだんで。うわ、ナイス。エリアはとにかく死なないことが重要だから。すげえガツガツくんな。お、危ない危ない危ない。ナイスナイスナイス。よし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 。一応最初に死んだだけかな。あのデス相当無駄だったけどね、来るの分かったのに。はい、まあ、こんな感じでございますね。サポートメインの立ち回りにして、そのためのギアパワーの付け方っていう感じですね。あ、そう、でも撮影ミスったりしてね、ひび2つ入ったんですよ。もうショックだわ。ちょっと時間ないんだよな。もう一戦やるけど、違うステージが来なかったらこれで終わります。あ、嘘でしょ、嘘でしょ。もう恒例の勝ちそうな時に落ちるんだよね。じゃあ2か。しかもプライムより射程で負けるな、こっち。こっちが自分が。あ、しかも味方シャドウ回しね、無理。シューターが。縄張りだってこんな落ちないんだけどな。なんでガチマチこんな落ちるんだろう。しかも撮影するときに限って。さあ、まず
抜擢してこっちに入れとこっか。上いるから上投げてここいるね。カットされても当てないって組んだらやばいから、こっち止めよう。こっち取って危ねえ危ねえ奇跡だよ。てかこれきつい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 危ねえ。カウントストップまあですよね。投げよっか。いるねロボコ。なんだあれ上にちょっかい出そっかな。よいしょ確保ナイス。お、しかもなんかやったぞ。いいね。そしてローラーいるね。来てくる。投げよう。いいよ。やっぱ、ロンボン便利だな。よいしょ。なんで、自分はこっちのエリアからね、向こうからちょっかい出しとこうか。あれかいって言ったな。カウントストップ。確保された？止める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 。OK。さあ、見られてるの危ねえ。いや、各回放置してきつい、きつい、きついいやー、きついなのか。軽いきつい分かってるけど、ちょっときついね、これは。あ、今来てんのか。ナイス、助かった、助かった。さあ、こっちに引っ返して、カウントリーでマジか、逃げねえ。きつそう。あ、同じモミジか。いやでも、いけるでしょ。あ、右のエリアずっと俺が取ってたから取れないのか。あ、ナイス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 。そしたらとりあえず投げて、投げて、カウントストップされる。そっちだよね、やっぱり。こっちのエリアだよね、手出されるのは。止めよう。で、あいつにはロボボブ投げて、こっちに投げられてるのか。どうしようかな。上投げて、雨減らして、こっちにロボブ。って感じだな。で、これでカウント取れるでしょ、こっちのエリアは。ほいっと。そうそうそう、あれ減らし嫌だね。こっちに取っとこう。投げとく。上もいないのかな。すげえ見られてんだよね。うわー、きっつい。あっちの位置止めに行かないとかな。さあどうする。ミニジ取りに行っていいのか。まあ、ロボボもあるけどね。いきなり危ないんで、ちゃんとしてくれないとよ。うっ、血が抜かれたか。ローラーか。落ちたね。落ちてったね。あんまり見たくなかったけど。よし、それ止めて、取ろう。ほい、お、味方止めてくれた、ナイス。そしたら、レビュー返そう。OK、入れたっこ。ほい。さあさあさあ。ちゃんとやって、安定してやりに行きたいな。OK! よし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 。で、いや、ダメダメダメ。取っちゃダメでーす。OK。こっちきついな。自分しか行ってないのか、やばいな。下がりた、うわ！そりゃ割るか。くっそー引きたかったんだけどなぁ。もう、見つける状態だね、あそこ。打ち勝ったかな。ダメか。とりあえず、行けるところまで。行けないか。ロボボム、仕事しろ。あー、惜しい。いやーもう、ここまで塗り押されるときついなぁ。残りカウント20でしょ。きついねぇ。ほい。ほい。ロボボム減らしまくってだな。何やって。止める。無理か。いやー、ちょっと序盤良かったんだけどな。はい、負け試合になってしまいましたが、まあ、これも載せよっかな。うん。ということで、もみじシューターデビュー動画でした。まあね。結構楽しいと思ってやってるんで、うん。なんかキルそんな取れないんですよね。まあ、とにかくロボムと雨降らしてかき回す感じで、わー、見つかった感じでやってます。まあ、面白いんでね、今後も多分使っていくと思います。特にエリアでね、うん。はい、ということで、今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回以降もね、もみじ以外の、ローラー以外の武器も使っていこうと思うんで、ぜひそちらもお楽しみにお待ちください。お疲れ様でした。